おはようございます。何くんねんね、気持ちよさそうですね。いいね、ここ気持ちいいよね。風もあったかい。もっと昼間なったらあったかいかな。伊藤さん仕事行ったね。今日も早く帰ってきちゃうかね。おやつもらわないとね。そしたらねんねんしててください。気持ちそう。ほみくん、ほみくんもうね疲れてんだよね、朝一からね。散歩早足で行くからね。まあちょっとゆっくり歩いてほしいんだよね。ねんねんしてて、お腹ゴロンして出すんだよね、こうやってね。うん、眠い。手ミヨーンって伸びてるよ。ミヨーンって伸びてる。かっぱい。3時半を過ぎたのでお買い物に行ってこようと思います。うだうだしてたらもうこんな時間になっちゃったんだけど。コスコに行こうと思ってて、ヨーグルトとラップとオリーブオイルは必須で買ってこなきゃいけない。あと卵か、あとお野菜がちょこっと買えればいいかなと思ってますので、行ってこようと思います。着きました。ヨーグルトあるかなと思って来たんですけど、うちね3箇所近いコスコがあって、どれかに行くんですけど、アーバインのになくて、でここにもなかったから、いつもあんまり行かないところにしか売ってないんだと思って、でこっからそんな遠くないから、ヨーグルトだけそっちあるか見に行ってこようと思ってます。あれレアなのかな。コスコも場所によって置いてある商品が全然違うので、まあそれも面白いかなと思ってるんですけども、まあ、ヨーグルト、ヨーグルトはねちょっと不便かなと思ってます。ということで、ここは多分あると思うので覗いてこようと思います。無事にヨーグルトをゲットいたしましたので、もう一個マーケット寄って帰ろうと思います。もう5時ぐらいかな。結構時間経っちゃったね。お家に帰ってきております。ちょっと片付けしてね、洗濯とかしてから、まもなく6時になるので散歩に出ようと思ってます。逃げたね。何く珍しくここいます。さてやるか。それでは散歩に行ってこようと思います。あ、野バラが綺麗に咲きましたね。トミくんのお友達コースにしようかね、今日は。じゃあここのお花も綺麗に咲いてるね。枯れてるのもあるけど、これすごいもっさもさになっちゃった。あと旦那がずっとこれはネギだって言ってたんだけど、ネギじゃないって言ってて、じゃあネギから黄色い花咲いたとか言ってたけど、違うよね、綺麗に咲きました。やっぱりここの木がモサモサだったのがすっきりすると景色が変わるよね。あ、今日はお友達いませんね、ポミ。残念ね、ポミくん。だから視界が開けるよね。だから見通しが悪かった気がする、やっぱり。全然違う。ちょっと逆光で申し訳ないんですけど、他の木もね、モサモサしたの切り始めて、あっちまで行ってるんだけど、お片付けが進んでないので、ここのこの感じのところが全部木の枝まみれなの。今日もお友達出てきてくれなかった、ゴミちゃんのお友達。お家帰ってきました。ポミ遊んでるんだよね。帰ってきてお散歩行った後ってなんか知らないけどさ、やっぱり体動かしたからかな、興奮するみたいで、トトもポミもね、お散歩帰ってきた後が一番活発に遊ぶんだけど、で今遊んでまして、何かあそこいるね。ご飯の支度をしていこうと思います。まあそんな大それたことはしないんだけど、ちょっとポミくんとサリくんのご飯と旦那のサラダなんか、あとフルーツ切ったりしていこうと思います。ポミタ、ご飯にしましょう。食べるの、グボナ。どうしゅんの、マチュの、グッボーイ。食べたい人、食べるにょ。そう、わかりまった。じゃあ、手してください。どうぞ。グッボーイ。ゆっくりよ。ポミ、ゆっくりよ。そう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 、そう、上手。ポミタ、ヨーグルトシャンではしましょうね。今日は、リンゴタンが入っておりますよ。かわいいリンゴタン買ってきたんだ、ママ。トト君のとこに置こうと思って。はい。ポミタ、お手割りして。手は？手。はい。おかわりは？手は？おかわりでしょ？で、おかわり。よし、グーボーイ。ゆっくり食べてね。
ックボーイ。このね、リンゴなんだけど、サイズ感がいいので、トト君ところに置こうと思って、最近桃とか全然このいい感じのが売ってなくて、これが一袋1ドル99で結構量入ってたんですけど、ちょっと汚いけどね、ここがね。まあオーガニックだからさ。これをトト君のところにさっきちょっとちゃちゃっと水洗いしたので置いてあげてます。私もご飯を食べようと思うんですけれども、昨日ね、ライブ見てくださった方はご存知かと思うんですが、納豆まだ余っているので、納豆ご飯にしました。ちゃんとネギ買ってきて今度はネギを入れたんです。キュウリのお漬物と、これすっごい色悪いんだけど、マッシュルームが色悪くなっちゃったんだけど、サラダが残ってるのでこれだけ食べていこうと思います。お父さん帰ってきましたよ。ほみちゃん、お父さん見て、おしっこはしてください。お父さん、これついでにポイってしてきてくれる？ちょっと待って、うん、よかった、お願いします。ありがとう。冒険に行きましたね、ポミは。お父さん、サラダ食べてます。今日はサラダだけだけど、ヨーグルトもあげました。食後のデザートに。私も自分で食べようと思って作ったんだけど、今日買ってきたグリークヨーグルトに、ローズヒップパウダーかけて、ココナッツのスライスと、ピスタチオと、オレンジピールと、レーズンと、ローハニーを入れました。最近これにハマっております。お父さん好きでしょ？だってこれ。はい。でもポミちゃんの分しか最近なかったからもらえなかったんだよね、はい、今日買ってきたからね、食べれますよね。人の話聞いてないね、この感じは。聞いてます。本当に？じゃあ今なんて言った？私ヨーグルトにローハニーを入れてこの粉はターメリックですねだそうです。すごいお味ですね、きっと、うん、はい、いただきます。なんか遊んでたらしいんだけどさ、サニクが足の上に乗ってる。あったよ、これ探してんの、ポミ。お父さんがさ、おもちゃ隠すからおいで。そこら中探してんの、こうやって。ないよ。ほら、あそこ置いちゃうんだよ、またで、行ったり来たりしてんの、ポミ、かわいそうに。ないでしょ。お腹に言われてるけど、なんか落としたねえ、食べ物落としたんじゃない？どこやった？パフパフないね。上見てるどこ行ったのこれか。タコちゃん、おいで。こんなに疲れてる行ったり来たりしたら疲れちゃうよ、ポミちゃん。あ、また隠されてます。ないないよ、うん、お父さん意地悪だね、ポミちゃん。どこへ、おいで一向に気づかないっていうねこれもう何回やってるかわかんないんだよ、かわいそう。どこ行ったんだろうね。なんか一人で、ね、読んで喋ってんだけど怖くない？超怖いんだけど、ずっとやって一人で下に読みながら喋って歩いてんの、超怖い。多分会社のやつだから勝手に写してたら怒られるだろうけどトト君、おやすみなさい。トト君、ハロー。トト君どうですか、リンゴ気に入ってくれました？トトはリンゴ大好きだもんね。モミーも好きだし、リンゴも大好きだもんね。これ美味しかったね。ママ一つもらったけど美味しかったでしょ。ポミちゃんのやつ、甘くて爽やかな香りがして良かったです。今日も一日ありがとうね、トト。ゆっくり寝にしてくださいね。おやすみ、おやすみ、おやすみ。サニク、おやすみ。サニクここで寝てたの丸分かりなぐらい、サニク毛抜けてたけど、さっきよく毛が抜けるね、最近ね。眠いのか。今日もポミクと遊んでたね、チャイってしてね。何最近気になるの、ポミのこと。待ち伏せしたり隠れたりとかして攻撃してたじゃん、気になるの。今日も一日ありがとね、ダニくん。ゆっくり寝寝してね。おやすみ、おやすみ、おやすみ。
ミくん、またお腹見せてきたの、ゴロンって。そうか、お腹のポンポコリンが好きなの誰ですか。ボミですよって。今日お父さんと遊んだね、いっぱいね。毎日ああやって遊んでもらってね、意地悪してされてるんだよね。ピコピコどこって言って一生懸命探すんだよね、毎日ね。ピコピコをね、ボミはね。ピコピコってなんだか知ってんだよね。明日お散歩どこ行こっかね、ボミた。いつもと違うとこ行こっか。どうする、考えといて、お願いしますね。じゃあ今日も一日ありがとうございました。ゆっくり寝ねしてね。おやすみ、おやすみ、おやすみ。グッバイ、グッバイ。本日も無事にベッドに入りました。まもなく12時半ですね。まあうちちょこちょこ遅い日もあるんですけど、大体このぐらいの時間にはだんだんおとなしく寝ていることが多いです。10時過ぎてくると眠い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 が始まって、私は早く寝ればいいと思っているんですけど、彼は眠い眠い言っていても早く寝ないんですよね、あんまり。何をそんなに踏ん張るのかなとか思うんだけど、どうにもこうにもいかなくなって寝る感じなので、そうするとさ、結構いろんなことが中途半端だったりとかして、今もすぐ寝たんだけど、お風呂入った直後にそのどうにもこうにもならない時間になったみたいで、裸ん坊のまんまここでうつ伏せになって寝てたりとかするわけ。服が着れないぐらい限界値まで踏ん張ってたりとかして、なんかね、遊びながら子供がこうやって寝ちゃったりとかすぐおもちゃやりながらとか、あれに近いのかなって私は思っていて、なんか楽しいこと、やりたいこととかをもうとにかく目いっぱいやりたいんだろうなって私は思ってます。今日はビログを撮ってたんですけど、日本に行っていた間もずっとビログが続いていて、で日本から帰ってきてからは日本で買ったものとかの購入品のビデオがずっと続いていたなと思っていて、またビログを多めに撮っていこうかなと思っておりまして、もちろん座ってビデオを撮ることができたら座ったビデオも撮ったりもしようかと思ってますし、クッキングもねいろいろしようかなとは思ってるんですけど、なんか最近あんまり思いつかなくって、今うち家でご飯を食べるのがあんまりないっていうか、私しか食べてなくって、旦那お昼にお弁当持って行ってるんですけれども、お弁当ってまたちょっと別だったりとかするから、食べ物作っても食材が結構中途半端だったりとか、おやつ関係もあんまり今旦那に食べさせるのもあれだなと思ってるので、って悩んでてちょっとクッキングのメニューどうしようかなと思っていて、買い物に行っててもあんまりパッと思いつかなかったりとかしてて全然取れてないんですけどだから申し訳ないなと思っていて、常備菜的なものとかだったらいいかなとも思っているので、少し考えていこうかなと思ってます。ね、今日ここにね吹き出物ができたんです。今日朝起きた時にできてて、ちっちゃいのが1日で大きくなったんだけど、全部なくなってきたんですけど、できて、これはでも乾燥とかっていうよりかは多分日曜日に食べたピザがここに爪痕を残したんだと思うんですよね。ああいう感じの脂っこいもの食べると出るのでピザだなと思ってて、帰ってきた後の肌荒れは良くなってきたんですけど、まあでもね、しょうがないね、それはと思って、美味しくいただいた結果ですということで、触らないようにしてたらいつか治るかなと思ってそのままにしておきます。今日はちょっと早いので1時過ぎぐらいまでは編集進めてから寝ようかなと思っているんですけれども、このあたりで終わりにしようかなと思います。それでは最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバーイ。